あすげえあれが防空監視庁監視庁ですどうやって作業されたんかみたいな記録も何もない写真も残ってないし物だけはこうやってありますからうおーあ米機識別って感じそうそこに美増坂市内に残る戦争の遺産を紹介しますやってきたのは美増市古町 ここ、大原駅の裏手の山、小原三王山城跡、地元では朝霧山と呼ばれている標高350メートルほどの山、この山の頂上に太平洋戦争の最中、使われていたあるものが残っているとのこと、地元の歴史遺産を調べ、後世に伝えようと活動している月見逸夫さん。 飛来してくる米軍の飛行機を、どっちの方向に何台飛んでいったという報告を、この山のてっぺんから監視をして、報告するというようなところのようです、えー、監視所へあがあので監視する方が、はい、あの行き来をしていた道月見さんの言う、監視症とは一体どんなものなのか。あります急斜面を上り 15分ほどで頂上へうお丸い筒のような感じの丸い筒であー音が集まりやすい構造にしてあるみたいですね音が集まりやすい集音というか飛行機の音がこう集まりやすいように丸くして角が落としてあって頂上にあったのはコンクリートで固められた丸い筒状の穴 直径はおよそ5メートル、深さはおよそ2メートル。これは防空監視床と呼ばれるもので、太平洋戦争真っ只中の当時、敵の戦闘機が飛来した際、その機体の種類や数、飛行する方角などをいち早く発見するために作られたものです。うちの親父がここに来たよう話を聞いとったんで、18とか19歳のまでの あの青年というか地元の人たちが交代で監視に来てていいたという文章が載ってますねあっちこっちの話を合わせるとあちょ警察に直通の電話があったようにあこの中に中か向こうかも分からん,なんですけどこんな外資の残骸が残っとったりするんでだからまあ電話線が引いてあったんかなと。 この中におれば上を通ると音がすごくわかるみたい岡山県の資料によると県内にはおよそ20カ所設置されていたそうですが正確な数は不明防空監視庁に関する資料によると24時間体制で毎日青年たちが空を睨み監視を行っていたという記録が残っています 朝霧山にある防空監視所の資料はほとんど残っていませんでしたが、実は昨年、犬郷にある昭和館で戦争当時の品を取材しました。これが陸軍のこれはどの飛行機やっと全部解説です。それから上を通った飛行機がどれかいうのがわかるようにする。それから原爆。そうそうこれ原本です。はい。それこれがあの大原のあの監視所にあったよう。 その時に展示されていた資料の一つに、大原監視庁と書かれた冊子を見つけたのです。冊子には戦闘機のイラストをはじめ、名前、大きさ、速さ、型式などが記されています。この冊子は、館長の竹中さんが知人から譲り受けたもので、詳しい内容はわかりませんが、 朝霧山にある防空監視床に関する資料である可能性が高いということです今回は取材を通じてつながった関連する資料も見つかりました月見さんは防空監視床を戦争を後世に伝える貴重な資料として考えています戦争の悲惨さというのとはまた違うんですけど 戦争の時にはこんなことをしていましたみたいなことは伝えれるんではないかなと思っています。